事件数日後の12月17日に、校問を更新する、日本海軍将兵現在の校門、校問事件とは、1937年12月12日夜の南京戦において、城内に進撃する日本軍の攻撃によって、敗走して、校門を通り抜けようとした中国国民政府軍87、市、第88市及び、共同総体の改装兵と、 それらを武力阻止するよう、統制地に命ぜられた特戦隊である国府軍第3 6二2 1 2弾とが衝突して、双方が発砲した結果、約1000名の中国軍兵士が死亡した事件。日本軍が起とした南京攻略戦に対し、小介石は南京死死を命令したが、彼自身は12月7日早々に南京から脱出していた。校門は長江に面する城門で、 通行用に三つのゲートが開いていた。中国軍は、城門すべてにバリケードを張り巡らせ、重要な門にのみ狭い通路を残し、他は砂納を積み上げ、コンクリートで固めて閉門した。日本軍は門を通過せず、梯子を用いて、城壁を乗り越えた。12月12日南京城の中華門、光華門が陥落する数時間前には、南京防衛軍司令官、東西地は、 南京城西北の港湾地区下関から洋津港対岸へ脱出した。逃げ遅れた小兵は唯一の脱出口であった南京城西北の港門に殺到したが門はすでに閉じられており城壁を乗り越えて脱出するしか方法がない状況だった。この際、港門の防止部隊特戦隊と対客兵が衝突し双方に死傷者が発生。圧死などを含めた死者は スミス記者によれば、約1000名と伝えられる。高さ2メートルに及ぶ死体の山を乗り越えて、南京城の城壁を急増のロープで降りようとした、多くの将兵が墜落して死亡している。国民革命軍共同総体市長英長、各機はこの修羅場を避けて、部下500名と南民区に避難し、自身はイタリア領事館に潜入した、上海行きの船に乗船する間際に、 記者はバンドで200人の男性が処刑されているのを目撃した。殺害時間は10分であった。処刑者は壁を背にして並ばされ射殺された。それからピストルを手にした大勢の兵はグデグデになった死体の上を無頓着に踏みつけてひくひく動くものがあれば弾を撃ち込んだ。この身の毛のよだつ仕事をしている陸軍の兵隊はバンドに停泊している軍艦から海軍兵を呼び寄せて この光景を見物させた。見物客の大半は明らかにこの見せ物を大いに楽しんでいた。ニューヨークタイムズ1937年12月17日、上海アメリカ戦後は不幸発後の遅くには、下関門の狭い通路を大勢の中国兵が通り抜けようとして大混乱となった。兵隊は争って門を通り抜けようとしたため、パニックとなった。兵隊は軍服をつなぎ合わせて、 壁をよじ登るロープを作った。午後8時、東商軍が密かに死を脱出し、他の行為の指揮官も同様に脱出した。夕方には、退却の中国軍はボートと化した。中国軍は完全に瓦解した。日曜日夜、中国兵は安全区内に散らばり、大勢の兵隊が軍服を脱ぎ始めた。民間人の服が盗まれたり、通りがかりの市民に服を処猛したりした。 軍服と一緒に武器も捨てられ、下関門近くで放棄された軍装品はおびただしい量であった。真夜中、市内で一番立派な建築費20万ドルの建物に火がつけられ、内部に保管されていた弾薬が何時間も爆発し続け、それは壮絶な光景であった。外にあった廃物の山にも引火して、翌日遅くまで燃え続けた。いくらかの中国部隊は、 下関にたどり着き、数少ないジャンク船を使い、バンドから長考を溶かしたことは間違いない。しかし、多くのものが川岸でパニック状況の中で溺死した。日本軍が下関地域を占領し、城壁による囲い込みを完全なものにした。城内に取り残された中国軍は完全に閉じ込められてしまった。下関地域で捕まった部隊は殲滅された。 ニューヨークタイムズ1938年1月9日まただ D は1987年8月のインタビューでは、下関地区では、それこそ大勢の兵隊が有効門から脱出しようとして、お互いに衝突したり、踏みつけあったりした私たちが南京を出るときに、この門を通りましたが、車は死体の山の上を走らねばなりませんでした。この門から脱出しようとした中国軍の死骸です。 中国軍はあちこちで城壁によじ登り脱出を試みました。これらの死体の山は日本軍がここを占領する前にできたように思うのです。この地域で戦闘はありませんでした。と答えている国民党将校として上海戦に従軍したが負傷した合わ1939年重慶爆撃下の重慶で小説南京を発表した。あ、南京では訪問事件の場面があり、 当聖地司令官を乗せた戦車が中国兵や中国人市民を踏みつぶして逃走して行くのが描写されている。校門の三つの城門はすべて半分しか開かれてなく、あとは左脳で塞がれていた。守備部隊は人の通行を一切禁じて群衆に対して散発的な威嚇射撃をしている。群衆は盛んにののしり声を上げて大騒ぎをしている。 しかし群衆はこの縄文を結局突破した、この群衆に対し、守備部隊が、機関銃の操作を開始した。大混乱に陥った、群衆の中からもこれに応戦して発砲するものがあり、縄文の上と下と、出丸で紫外線を演じているようだ。秩序など、完全になくなり、人々が再現なく密集してくる。倒れた人の顔を後から押し寄せる人が次々に、踏んでいく。花が潰され、 眼球が飛び出し、人が、バタバタと倒れる。押し寄せる人の足元で、秋の虫のようなうめき声が広がり、倒れ重なった人が木から号級が響く。それでも人々は縄文をめがけて、突き進むのだった。上から撤退せよと命令されているんだから通せ。上からは誰一人絶対に通すなと命令されているんだ。倒れていく人、押し寄せる群衆。まもなく、死体と重傷の人間が、 半分だけ開いていた縄文を厚く厚く塞いでいった。あ、南京は中国軍の描写が問題となり1987年まで完工されなかった石川達造が1938年発表した小説生きている兵隊では中国軍南京司令官のトラックが中国兵を踏みつぶしながら逃走していく場面として次のように描写されている南京防衛軍総司令官 東聖地は昨日のうちに部下の兵をまとめて、校門から下関に逃れた校門を守備していたのは、関東兵の約2000名であった。彼らはこの門を守って、品軍を城外に一歩も退却させないはずであった。東聖地とその部下とはトラックに機銃を乗せて、城門を突破して、下関に逃れたのであった。校門は最後まで日本軍の攻撃を受けなかった。 木内の廃山兵はだれを打って、この唯一の門から下関の馬頭に逃れた。前面は水だ。渡るべき船はない。陸に逃れる道はない。彼らはテーブルや丸太や板戸やあらゆる浮き物にすがって、洋々たる長江の流れを横切り対岸裏口に渡ろうとするのであった。その人数およそ五万、誠に江の水を真っ黒に覆うて渡っていくのであった。 そして対岸について見たとき、そこにはすでに日本軍が先回りして待っていた。石川達造、生きている兵隊、ありがとうございます。